皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今日の動画は身長160センチ60キロストレート骨格の私の着痩せルックブックです。少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。それではスタート はい、まずはこちらザラのフラットシューズなんですけど、スクエアトゥーになってるのでフラットでもすごくおしゃれに履けます。で、私の着合わせ方法としては、緩めなシャツを着てウエストを絞るようにポイントでベルトを締めるようにしています。こういうゆるっとした格好って私も今まであまり着たこともなくて、結構太く見えるかなみたいなっていう印象があったんですけど、こういったスラックスパンツを合わせて足の太もものお肉を隠したりとか、ウエストでマークしてあげることで着痩せ効果があるなと思って、最近はこういう格好もよくするようになりました。こちらベルシカで購入したブーツなんですけど、厚底のブーツを履くことで足長効果と、それから足汗効果もあるのでよく履いています。ピアスなんですけど、こういった大きめのピアスって小顔効果もあるので、私はよく顔を小さく見せるために大きめのピアスをつけるようにしています。今年はクロップド丈がすごく流行ってるなと思うんですけど、もうこのクロップド丈はマジでもうね、足長く見えるしウエスト細く見えるし、私はねすごい着痩せする服だなと思っているので大好きです。タイトスカートの上に緩めのシャツを着てメリハリを出すようにしています。私は X 脚なので内ももが隠れるスカートやショートパンツをよく履くようにしています。これがね一番足のライン綺麗に見えるんですよ。メッシュフラットシューズなんですけど、これかっこいい、気に入ってるぐらいのシューズになります。見てください、こちらのファランジリング。数年前にも流行ってたんですけど、昔のよりかなりゴージャスになってすっごい可愛いなと思ったんで買ってみました。こんな感じでピッチリとしたデニムにクロップド丈のゆるっとシャツを合わせて、これまたちょっとメリハリを出してみました。私は腰回りが結構太くてお肉もついてるので、ハイウエストのパンツを使って腰のお肉ではなくお尻のお肉に見せかけています。はい、大好きなオレンジです。履きやすいのでかなり気に入っています。はい、でこちらオレンジのバッグですね。可愛いです、夏らしくて。
やっぱり私は小顔に見せたいという思いが強い中、でかいピアスばっかり選んでる気がします。全体はこんな感じですね。こういうロングワンピースってどうしても横から見た時バストが大きいと本当にごつく見えてしまったり、お腹周りが太く見えてしまうので、胸元の部分はボタンを開けてデコルテを見せてすっきり見せます。でこれもウエストにベルトを巻いてスタイルがよく見えるようにしています。はい、次はこちらスニーカー、めっちゃ可愛いですよね。結構厚底のスニーカーを日頃から履くようにしています。こちらのピアスは私が大好きなカカ様からいただいたピアスなんですけど、ちょうどいい大きさで錆びないっていうのですごく気に入って使ってます。はい、で次こちらビーズのバッグです。めっちゃ可愛いですよね。もうこれはねお気に入り、あんま入らんけど、やっぱり厚底の靴は足がまず細く見えるし長く見えるので、もう必需品っていう感じです。こちらのネオングリーンのシャツなんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。これパフスリーブになってて肩のあたりがすっきり見えるようになっています。カーゴパンツは腰回り隠してくれるし、今年は結構ゆとりのあるズボンを買ってるかもしれないです。ということで今回は 160cm60kg ストレート骨格 X 脚のキアセイルックブックでした。バイバーイ。